最近、社会人サークルに行っています。まだ2回しか行ったことがなく、緊張しまくりです。その方たちには、まだ自分が発達障害であることは言っていません。まあ、言う必要はないでしょうけど。ですが、観察しすぎて自分から話しかけられなかったり、変な感じになったりしているので、だんだん私のことを避けそうな気がします。周りが避けそうな気がしますってことかな。なので、いずれは発達障害をカムアウトしようと思っています。精神科の先生は言わなくてよくねと言っていたのですが、どう思いますか？この問題はパートナーができた時にも立ちはだかる問題だと思いますので、社長の意見をお願いしたいです。まあ全然言わなくていいでしょうね。言われても困りますからね。でみたいに。だからみたいになっちゃうと思うんで。いや全然ありですよ。なんていうかな。あんまり話しかけずにその場にいるっていうのは。うん。それが発達障害だからとか、あんまり関係ないと思うんで、周りに危害を加えていなくって、その場に平和なオーラを醸し出しているんだったら、そのままでいいんじゃないでしょうか。はい。なので、ラさんが、まあ、そこの場にいたいかいたくないか。で、そこに、まあ、喋りはしないけど、参加したいかしたくないか。あと、人に迷惑かけてなければ、相手側に、その自分の診断名を伝える必要はないですね。まあ、ある程度伝える必要があるんだったら、まあ、自分から話しかけるのが苦手なんで、みたいなことを、まあ、事前のやり取りとか、まあ、メールとかで、とか、LINE とかでやり取りしてるのかわかんないんですけど、そこでちょっとやっておくとか、ちょっと恥ずかしがり屋なんで話しかけてくださいとか、書いておくとか、まあ、そういう自分の特徴として伝えておくぐらいでいいんじゃないでしょうかね。ああ、多分そういう人なんだな、くらいに周りは思っているんじゃないかな。まあ、だとは思いますね。そうね。嫌ならやめればよし。あと、まあ、一方でパートナーに言うか言わないかっていうのはちょっとまた違うのかもしれないですね。はい。なぜそう思うかな。まあ、やっぱり、まあ、隠し事はなしみたいな感じで、その診断があるっていうところまで含めて、理解してもらった方がいいかなと思うから、かな。